主教座が置かれているクライストチャーチ大聖堂ダブリン大主教はアイルランド国教会のダブリン及びグレンダーロッホ連合主教区を統括する上級聖職者の称号である宗教改革以降アイルランドはアイルランド国教会の主教区とカトリック教会の主教区が重なっているがカトリックにも似たような役割であるダブリン大主教がありダブリン大主教区の長を務めている また、双方とも、アイルランド主座司教カトリックでは、主座司教あるいは主座大司教の訳語を用いるでもある。ダブリン大司教はダブリン及びグレンダーロッホ主教区の長としての役割を担っており、主教区に存在する95小教区の長である。また、ダブリン大司教管区の長として、南部の5つの主教区をすべている。ダブリン大主教と並立して、アーマー大主教も、 アイルランドの主座主教の地位にあるが、より歴史の古いアーマー大主教は、全アイルランド主座主教と称し、ダブリンよりも、やや上位の格式とされている。カトリックにおいても同様である。内容、及び役割については、アイルランド主座主教も参照。グレンダーロフホのケビン修道院アートダブリン一体は、司教区が置かれる前から、キリスト教が普及しており、修道院の痕跡や記録は、 フィングラス、グラスネビン、グレンダー・ロッホ、キルナ・メーナフ、ソードズ、タラやその他に残っており、それらは古い時代における信仰と彼らの日常に教会の時間が入り込んでいたことを今に伝えている。それらのいくつかは教会の選挙として機能していたが、それら全てで最も権力があったのはグレンダー・ロッホであった。初期のアイルランド教会の基礎は修道院であり、 大きなコミュニティの大修道院長に大きな権限が与えられていた。それらは現代の感覚では教区を組織しない司教といったところであり、大修道院長や司教の組織はしばしば一人だけで構成されていた。なお、初期のダブリン司教について中には633年まで遡る説もあるが、ダブリン司教区自体は一般的には口実するように年に、 置かれたとみられている上、アイルランドに教区が組織され始めたと考えられる。時点では、現在のダブリン市教区のすべて及びその他は、グレンダーロフ保教区に含まれていた。ダブリンは9世紀頃からバイキングがダブリン王国を築いていたが、11世紀クリスチャンであったシトリック・シルケンベアードは彼ら独自の司教を得ようとし、1028年にはローマを訪れている。 彼は候補者としてドナートを選び1038年にカンタベリーにおいて性別を行わせた。そして新しく誕生した、この上級聖職者は私癖に守られた小さな領域をダブリン司教区としてその運営を始め亡くなる1074年までその式を行った。ダブリン司教はカンタベリー大司教に従いアイルランド協会の会議には参加しなかった。 また、シュトリックは、クライストチャーチ大聖堂を1038年に建設し、バルドイル、ラセニー、ポートレーンの土地を与えた。二人目のダブリン主教は、パトリック、ジーラ・パトレイックとも、1074から84という、ロンドンの聖ポール教会で性別された人物であった。続いて、カンタベリーで性別を受けたドナーとオハイングリ。 ついで彼の甥いであるウィンチェスターの西安セールム教会で性別を受けたサミュエル・オハイングリ、サミュエル・オ・ヒンリー、サミュエル・ウア・ヘインルとも1 9 6から1121がダブリン主教になった。1111 11年、リムリック主教ギルバートによるラスブレアセールの教会会議においてアイルランドの主教区は24に固定することが決定したが、この数にはダブリンは含まれていなかった。 バイキング司教が続いていることを除けば、グレンダーロフ保守教区の中にあること、未だカンタベリーに付随していることなどが言及されたという。1121年からは、5番目の、そして最後のダブリン司教であるグレゴリーが司教となった。彼は、カンタベリー大司教ラルフに性別された人物である。1151年、教皇エウニニュース三世は、パパロニ数キ教に対し、 アイルランドに赴き四つの大教区を設立する許可を出した。そして1152年のケルズにおける総会において、アーマー、ダブリン、キャセル、そしてツアムという四つの大司教管区が作られた。1214年日、アム大司教によって作られた文書によれば、数奇教はダブリンを基礎とする者とグレンダーロッフ双方の司教を見出した時の動向として、 彼は同じ司教区でもう一つの山の上にある教会を見つけた。それはさらにグレンダーロッホという都市の名前を持ち、そして独自の司教区を持っていた。しかし彼はパリウムを最も良い都市であり、かつ司教区と双方の都市は分けられているべきであると認められていたダブリンに届けた。そしてそのためにダブリンは大教区にならなければならない。とある。ダブリン北軍の一部、 フィンガルとして知られる地域はグレンダーロホ守教区からダブリン州に移管された。新たな大司教区は40の古い修道院に基づく管区になっている小教区を抱えていた。また、カンタベリーを筆頭とするイングランド教会にすべてを依存していた状態も終わりを告げた。既存のダブリン市教であったグレゴリーは最初の大司教に昇格し、キルデア市教、リーリン市教、 フェルンズ司教、そして、グレンダーロッフ司教は彼に報告をしていた。二人目の大司教は、ローレンス・オトゥールで、先のグレンダーロッフ大衆道院長であり、以前に、グレンダーロッフ司教に選ばれていたが辞退していた。彼が職務についている間に、大陸から宗教的な命令がアイルランドに送られたが、その傾向の一部としてローレンスは、クライストチャーチ大聖堂に、 アルエイズ海賊によって統治される司教のコミュニティを設立した。12世紀になるとアイルランドからバイキング勢力は消え、代わってイングランドがアイルランドに影響力を持つようになる。アイルランドの政治的な状況は入植を始めたノルマン人、そしてイングランドの圧力によって変化したが、アイルランド教会も同様に変化していった。ローレンスの後継は、 ノルマン人であったが、宗教改革の時に至るまで大司教は、1484年から1511年までの大司教、ウォルター・フィッツ・シモン・カズトが、アングロ・アイリッシュであった以外は、全員が、イングランド人であった。高い地位にある教会の団体は、大きな政治的影響力を持ち、実際に、多くのダブリン大司教は、イングランドの王位のために、市民権限を行使していた。 マグナカルタにおいても当時の大司教ロンドンのヘンリーは、連書人として、他のイングランド人司教と共に名を連ねている。1185年、教皇はグレンダーロッフ司教区とダブリン司教区統合という、嘆願書の願いを聞き入れ、これは、グレンダーロッフ司教ウィリアム・ピロが死去した1216年に、インドケンテウス三世の許可の下で行われた。 今日でもこの二つの司教区は統合されたままである。1311年ダブリン大司教レーチェは教皇クレーメンス5世からの教皇直所においてダブリンに大学を設立する許可を得た。1320年にこの計画は完成したが大学の規則の確認は教皇ヨハネス22世とレーチェの次のダブリン大司教であるアレクサンダーが言った。規則においては 聖パトリック大聖堂とクライストチャーチ、大聖堂双方の聖堂参事会について言及されており、ある程度権限を与えられていた。その狙いは、前者で抗議を行うためであったと見られている。当時の聖パトリック大聖堂の首席司祭である、ウィリアム・ロッドヤードは、大学の初大学長に選ばれ、 そして1358年、イングランド王エドワード3世は学生に保護を与える特許状を発布した。1364年には、進学講師は寄付を受け、さらに1496年、教区会議は大学の講師たちに報給を与えた。大学は、ヘンリー・パッセイの下での大聖堂組織の解散と、共に終わりを告げた。 これには大主教のジョージ・ブラウンが存続を試みており、その後の大主教、アダム・ロフタスも当初これを支持していた。後には、聖パトリック大聖堂の首席司祭であった、ジョナサンス・スウィーフとは、聖パトリック大聖堂の聖堂参事会がある、程度権限を保持していたと信じていたと見られている。ダブリン大主教及びアイルランド主座主教の一覧管理していた、 広ロツ教区の教会の増加したこと、そして多くの役人の重要な世俗的活動のために、アイルランド人は独自の司教を探し、そして受け入れ、グレンダーロフ保守教区はすでに合併で亡くなっているにも、かかわらず、グレンダーロフ保守教として任命した。少なくとも6人に対して、そのような指名がなされている。チャドワースのトマスは選ばれたものの1295年に、 性別が行われず、また1299年に行われた可能性はある。ハーバリングスのリチャードは1307年3月に大主教に選ばれたが、性別が行われることはなく1310年に辞任した。ジョン・アレンの死後、ヘンリー・パッセイは、ダブリンの大聖堂参事会に圧力をかけ、1536年1月に彼が選んだ大主教であるジョージ・ブラウンを選出させた。 彼は、カンタベリー大司教、トマス・クランマーによって、ランベスにて性別が行われていたものの、教皇には一切認められていなかった。しかし彼はアイルランド継承教会を始めることになり、これは現在アイルランドで二番目の信者を持つ、アイルランド国教会の始まりであった。カトリックの信奉者であった、メアリー一世の時代、イングランド国内においても、国教会は抑圧され、 多くの聖公会系聖職者が大陸追放や処刑にあった。ダブリン大主教のジョージ・ブラウンも同じく地位を追われ、その後継にはヒュー・カーウェンがつくことになる。しかし、メアリーの知性は短命に終わり、中道的なエリザベス一世の知性が始まるとヒューは、自身がプロテスタントであることを宣言しその地位を保守した。なお、彼の第二、アイルランド国教会は、 正式に国境の地位についている。1833年からアイルランド国境会は中世以来の教区を再編した。24にあった主教区は統合が行われ12に減らすことが決定し、また大主教管区についても今まで4つあった大主教管区が2つに統合されることとなる。大主教であったキャセルとツアムは廃止され、 キャセル大主教管区は1838年にダブリン大主教管区に吸収される形となって現在のアイルランド南部5教区を統括する南部大教区が完成した。また主教区についても1846年には新たにキルデア主教区と連合した。アイルランド国教会は設立以来圧倒的少数派でありながら国教であるという状況であった。入を カトリック神道を含めた全アイルランド人から徴収した10分の一税で得ていたことも批判の対象であった。19世紀に入るとこの状態の改善に向けた動きは強まり、自由党政権下の1871年1月1日、アイルランド国教会は国境の地位を降りた。この際多くの教会建築などがアイルランド政府の所管に移されたものの、 現在でもダブリン大主教区の大聖堂は2つともが、ダブリン大主教区の管理下にある。なお、宗教改革以降クライストチャーチから締め出された、形となっているカトリックのダブリン大主教座は、現在では、聖マリアリン司主教座聖堂にあるが、現在に至るまでカトリックは、あくまで正式な主教座は、クライストチャーチ大聖堂であるという姿勢を変えていない。 聖パトリック大聖堂にあるトマス・ジョーンズの記念物、ダブリン及びグレンダーロフォ連合主教区の大主教、及びアイルランド主座主教の一覧1846年に、キルデア主教区がダブリン大主教区に合併される。1976年、キルデア主教区は、ダブリンとの連合状態から離れミーズ主教区と合併した中世以来、ダブリン大主教座は、クライストチャーチ大聖堂にある。 しかし、多くの時代においてその地位はもう一つの大聖堂である聖パトリック大聖堂と分有した状態にあった。過去にはかなりの対立があったものの、ダブリン大司教、フェリングスの時代に6つの協定が結ばれ、法的には1870年代まで有効であった、この協定に従って地位を分有していた。主教座があるクライストチャーチは16世紀に新郎が、 滑って一部が倒壊して、以来、19世紀まで、ダブリン大主教の大聖堂は、双方とも悲惨な状態で放置され、本格的な修理も行われていなかったが、19世紀末に、大規模改修を行い現在の姿に至る。また、同時期に、聖パトリック大聖堂も復元が行われた。1800年に合同法の成立により、アイルランド議会が解散してから、 アイルランド国教会が国境の地位を知り続八1871年以前、ダブリン大主教は他の大主教と持ち回りで聖職者議員としての貴族院の席についていた。ありがとうございます。